こんにちは、デリッシュキッチンです。本日は松原シェフによる簡単パンナコッタをご紹介していきます。まずは板ゼラチンを水でふやかしていきます。こちら粉のゼラチンでも問題ありません。続いてレモンの皮を刻んでいきます。ここで一つ目のポイントです。香りを出すために細かく刻んでいきましょう。こちらすっても OK です。続いて牛乳と生クリームの入った鍋に刻んだレモンの皮を加えていきましょう。こちらを一度沸騰させるぐらいまで温めていきます。温まったら先ほどのゼラチンとグラニュー糖を加えていきます。こちらをよくかき混ぜてボウルなどに移しておきましょう。こちらにバニラエッセンスを加えていきます。ここで2つ目のポイント、冷水で冷やしながらとろみがつくまで混ぜていきましょう。こちらとろみがついたら容器に入れていきます。容器を下に落とすようにして空気を抜き、半日冷蔵庫で冷やしたら出来上がりです。参考になりましたらいいねかチャンネル登録お願いします。またお料理のリクエストもコメント欄でお待ちしております。本日は渋谷にあるバカリダポルタポルテージさんにご協力いただきました。Thanks for watching. See you next time. Bye bye.